日本ハム OB 加藤貴之は出ていくような気がする。成績に対して年俸が安い。こちらすでに貼られた記事。プロ野球解説者の高木豊氏が16日までに自身の YouTube チャンネルを更新し、今季 FA 権取得が予想される選手の動向について大胆予測した。今季日本ハムで開幕投手を務める加藤貴之投手については、本当に計算が立つピッチャー、今年の成績いかんだけど出ていくような気がするなぁと予想。ザクザクレベルのソース。クビでええわあいつは。まあ複数年契約断った時点でね、どうせみんないなくなる。言うほど安いか。ソフトバンク見て感覚おかしくなってね。ハムにいたのか。山本翔吾並みやろこいつ。まあ FA したら近藤以上の争奪戦だろうな。こいつの情報に正しいのはあるのか。ありえない話ではないけど適当なこと言ってんなって開いたら案の定高木豊だった。実際 FA するだろうけど、割と成績残したら素直に年俸を上げてる方だとは思うけどな。ご視聴ありがとうございました。